スピリチュアリストが語る父の思い出。父を思い出す時は秋のお彼岸。こんにちは。今回は私の父についてお話しします。父の思い出はほとんどありませんが、わからないところがたくさんありますから、記憶をたどりながら私の霊視を加えてお話ししたいと思います。父は37歳というあまりにも早い生涯でした。がんというそんな病気であえなく他界しました。かなり無理して働いていたらしいので、営業職なので喉が痛かったそうです。が咽頭がんでした。私は4歳でした。なのでいろいろな医療器具をつけて、喉には大きな管があり、呼吸器がつけてあり、言葉など何もなく、幼稚園児の私は怖いばかりで、それからも母が病院に行こうと言っても怖かったです。そしていよいよという時には行きました。そこはなぜか怖くもなくて、手を出したらつないで、あまりここは記憶にはありませんが、冷たく感じたのだと思いますが、なんとなくさすれば暖かくなるかと思い、さすった記憶があります。スーッと流れる涙にどうしてかなと思いましたが、父は幼い私を残して母はどうするのか心配が涙になったと霊視します。その直後、看護師さんがバタバタしだしましたから、どうしてかなと幼い私は何もわかりませんが、この頃から霊感があった私はお別れなんかなと思い、お母ちゃんもあかんの、それやったらいろんなものと取ってあげてもらっとってと泣いていったそうです。いろんなものとは医療器具です。そしてその装置は取られたそうですが、私は喉が大きく開いたところにハンカチで押さえていたそうです。それを見て母は愕然として号泣したそうです。声は出ないですが、ごめんなと言ったと聞こえました。大丈夫やでと言った時には、父は大きく息をしてそのまま亡くなりました。あっけない父の生涯でした。父は東京の一橋大学経済学部経営学科を卒業後、一部上場企業に就職し、他界した時の役職は営業部長でしたから、お葬式は車葬でした。多くの大人の人に混じり、母の隣にちょこんと座っている私を、おばが私の背中をさすりながら泣いていました。今思うにお葬式はこんなものかと思っています。実の生涯はあまりにも短く寂しいものかと思います。母というパートナーと巡り合い、私という子供ができて幸せは何年だったか、私は1年ぐらいかと霊視しました。それは闘病1年、そして毎日遅くに帰り、体力も消耗していて、母も心配していたのだと霊視しました。私は父親というものを知らずに大きくなりました。だから父親がいる家庭に遊びに行くと、とてもわからない感情になっていたことはありました。今生きていたら何歳か、そしていつ生まれたか、生年月日も知りません。私の中で父は本当にいたのか、いたから私が今生きていることだけは理解しています。母は父の人生をどう思ったのか、それは今知りたい気持ちです。きっとあの世で仲良く今度はいると思いますし、そうであってほしいです。このお彼岸には
やはり思い出すのは父のことです。なぜか秋のお彼岸に思い出します。皆さんも両親がいる方はこのお彼岸にはご家族で仲良くお食事などしていい一日を楽しんでください。このように私は父を早くに亡くしました。生年月日も分かりません。でも秋のお彼岸だけはとても父を思い出す。それは多分私の霊視から鑑みて生年月日は秋の9月10月11月ぐらいなんだかなと思っております。母からもそういうことは知らされなくて、私は大きくなった今も父という存在がどう扱っていいか分かりません。なので写真で見る父はやはり高学歴の父であり、ダンディーな父であったと私は自慢の父であります。私が4歳で死んだことがとても残念でなりません。皆さんもお父様がいらっしゃる方、どうぞ大切にしてあげてくださいね。母の日だけじゃなくって父の日もやはり感謝して大切になさってください。ではまた次回に。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。私の父の話ではありましたが、なんかこれを思い出すと涙が出そうになります。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。感謝感謝です。できましたらチャンネル登録をよろしくよろしくお願いします。